昨日の福岡に続き、今日は北九州商工会議所で3年ぶりとなる菓子交換会が開かれ、地元財界のトップらが賃上げ実現などへ意欲を示しました。本年は適正な値上げを推し進めることによって、長く続いたデフレから脱却し、成長へと向かう転換の年、つまりピンチをチャンスに変える年としていこうではありませんか。北九州商工会議所の津田淳二会頭は、人材確保のため賃上げは必須と述べ、原資確保に向け値上げする勇気を持ってほしいと呼びかけました。去年15年ぶりに価格改定に踏み切ったタクシー業界は、皆様のご理解も得た上で、なんとか、今回の15年ぶりの改定というのは、プラスの方に転じたということだと思います。北九州商工会議所で菓子交換会が開かれるのは3年ぶりです。地元経済界などからおよそ1000人が集まり、会場は飛躍を誓う熱気に包まれていました。